マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは。日野英二役の渡辺修です。泉慎吾、アンク役三浦亮介です。ようやく10周年でもあり、もう10周年、あっという間の10周年、本当いろんな感情がこう入り混じる10周年だったなっていう感じがすごいして、まあ、やっぱここまで来れたのもキャストもスタッフも、まあ、皆様の力があってこそだと思いますし、この作品に携わってくださった全ての皆様、そして、まあ、何よりもこの10年間待ってくださったファンの皆様がありきの作品なんだなというのを、本当今日こうしてインタビュー受けてても日々実感する次第です。50年経ったんだっていう感じです。10年も経ったから、みんなで久しぶりに集まった時に何を提供できるんだろうっていう緊張感もありつつ、もちろんワクワク感もありつつでした。はい、やっぱり初期中期後期でまた変わるしね。そうだね、結構いろいろあって、それこそインタビュアーの方に気使わせたチームだと思います。あったかもね。だから序盤にインタビューしてくださった方には申し訳ないぐらい多分、なんか噂によると何社か止められてたらしいですよ。マジで、ちょっとまだまだ2人の関係ではインタビュー2人では無理ですみたいな、だったみたいです。あ、そう、はい、そんな血のにじむ努力があったとは俺は知らなかったですけど、印象でも、まあ、僕からしたらもう右も左も分からない秋田からの山から降りてきたような少年が、まあ、その仮面ライダーオーズという作品をやるっていうことに終始というか、まあ、もちろん一生懸命でしたし、まあ、日々もう後ろ振り返ってる暇もないぐらい忙しい毎日を過ごさせていただいてたんで、まあ、気づいたら1年っていうのが正直な感想と、あとはまあそれにつれて、アンク役、まあ、三浦亮介っていう男と出会って、まあ、一人の、まあ、人間、そして役者と出会って、やっぱり、まあ、この役者人生というか自分の人生においてももちろん多大なる影響を与えてくださった方だし、まあ、お手本というか、ほぼ業界でこんなに長く一緒に作品をやる人としては初めての人だったので、そういう意味では本当に日々学ぶこと多くて、まあ、最初はなかなか口聞いてくれなかったんですけど、まあなんだろう、それはまあなんだろう、今思うとすごい可愛らしい、お互いのなんていうのかな、そのいろんな思いが混ざった、あの時しかなかったそのヒリヒリ感みたいなものだったんだなっていうのは特にその初期にはありましたかね。とにかくやっぱ気張ってましたね。なので僕も中国に入って来られそうになったらこう拒絶してた瞬間もあったと思います。 ね、そこに入って来られちゃうと、今でこそいろんなことを理解してくれてお仕事させてもらえてるので大丈夫なところは多いけど、当時はそんなことなくこうずかずかと入って来られちゃったことによって、もっと身を任せすぎてこういった形にはなってなかったかもしれないっていうことは多々ありますね。なのですごく気張ってた分、プラスに働いた、当時プラスに働いてたこともあったと思うので、まあなんとなく若さゆえ、はい、っていう感じだと思います。まあ、今回の作品で大きく何かりょん君がこの10年間変わったなっていうことは、まあ、正直あんまりないというか、まあ、本当に放送当時のその1年間の間での変化はやっぱりこう自分の中で、まあ、もちろん自分の中での変化もあっただろうし、受け取る側、与える側のそのお互いのなんていうのかな、こう、まあ、立場だったり、仕事に対しての向き合い、まあ、作品に対しての向き合い方、プライベートでのなんていうのかな、対応の仕方っていうか、お互いのコミュニケーションっていうものが1年間かけて、もちろんいい風にこう解けていったっていう感じ。ただ正直な話、放送してたその最終話あたりで、まあ、関係性はほぼ完結というか、まあ、お互いのことを良きライバルでもあり理解者でもあるっていう形で、ゴールテープ切れたので、
その辺は、うん、逆にその放送終了後からこの10年間っていうのはいい意味で亮君やっぱ変わんないなっていう感じですかね。うん、そうですね。なんかこの前ひな役の高田さんに言われたのがなんかちょっと印象的だった。あの丸くなった謙虚になった謙虚になった言われたんですけど、一番笑いが起きた瞬間だったよねまさにここだったよね、うん、謙虚になったみたいですそうね、だからまあ謙虚っていうとまあちょっと語弊があるけど、うん、まあ、うん、でもそれ多分みんな一緒なんだと思うんですよね。まあ僕もそうだし、おそらく他のキャストもそうだけど、まあやっぱ10年あるといろんなこと経験するわけじゃないですか、この10年間で。絶対人として、まあ、やっぱなかなか10年前と変わらない人っていないと思うんで、もしかしたらリホちゃんは当時尖ってた人ってやっぱ思ってたのかなっていう、うん、まさにそうだと思います。だからそういう意味では素直に表現できるようになったかなっていう、仕事だけじゃなくて普段の関係性の部分でも、あとはスタッフさんたちとのコミュニケーションもなんとなく当時よりは前向きになれてる感じはありますね、うん、それはいっぱいあるけど、うん、なんか結構あ、いいよ。いやいや、特にありますよ。結構まあやっぱりこう印象的だったのは、途中参加の、まあ、伊達明、バース役の伊達明、岩永宏明っていう男が途中から入ってきたあたりでグッとこうオーズのカラーっていうものがなんか決まってきたかなっていうのはありましたね。だいたい本当結構序盤の方なんですけど、いわゆるその追加戦士と呼ばれる、まあ、2号ライダーっていうものが来た時に、今までこうメインがまあ4人、若者4人で動いてたこのドラマっていうものが、そこに1人まあ大きい、こうある意味大きい体もあの大きい男が入ってきたことによって、この辺ぐらいから結構印象的というか、物語がこうすごい転調してったのかなっていうのはありますね。この話数っていうよりかは伊達の参戦が結構大きかったんですかね。なんかすごいちょっと生意気な話になっちゃうかもしれないんですけど、その当時からお芝居の部分で割とちょっとしたシーンでもなんか掛け合いで面白いところを狙っていたんだなっていうか、今見ても笑えちゃうとか、うん、なんかそこの、まあ、それは関係性があるからこそもあるし、キャラクターがしっかりしてるっていう部分もあるんだと思うんですけど、なんかそこをちゃんとやれてたんだなっていうふうに思います。だから10年前の作品だから当時を振り返ってもう一回見てみたら、なんか照れくさい恥ずかしいっていうのは一切なくて、単純に作品として面白いし、うん、各々のキャラクターがやっぱりすごく素敵、魅力的だなっていうふうに思うので、うん、そういう意味ではどの輪もそういうふうに面白く楽しく見れます、うん、今だから言える、今だから言えるか。まあでも散々まあ結構裏話みたいなの話してきて、もう結構残りかすもないぐらい話してはきたけど、なんだろう、初めて俺とリョン君が大喧嘩した時の話でしたっけ。それは俺もちょっと覚えてないです、ね、大喧嘩っていうか、大喧嘩したっけ、大喧嘩っていうか、まあ怒られた話な、俺はね、最初の頃じゃなくて中盤ぐらいでめっちゃ怒られた、多分覚えてると思うんだけど、それ使える、別に使える大丈夫、理由は俺も覚えてない、怒られた理由は覚えてないから多分大丈夫、怒られた理由は覚えてないんですけど、はい、なんかですっごい俺怒られて、わーって言われて、なんでこの人こんな怒るんだろうって思いながらも、なんか分かんないけど、俺その日早めに帰らなきゃいけなくて、シーン終わって、うん、でリョン君はその後も撮影が残ってる状態で、次の日また朝一で2人でまた顔合わせなきゃいけないっていう時に、あ、俺このまま帰ったらなんか次の日なんかやだなって思って、その日なんか飲み物の話をしてて、まだ怒られる前に、
この飲み物がすごい好きだっていう話を してたんですよね。でその公園にあった自販機でその飲み物買って、りょんくんの多分椅子かなんかに置いて、なんかごめんねって書いたのか分かんないけどで帰って、うん、なんとなく覚えてる。なんかね、そのこあっていうかコーラかな、コーラだよね、炭酸飲料か、うん、その炭酸飲料をなんかそっと置いて帰った。それ思い出してる、思い出してる、すごい覚えてる。で多分その当時のメイクさんがこれシュー置いてったんだよみたいな、なんかこう飲んでっつって置いてったよみたいな。多分当時そんなに LINE もなかったし、連絡もそんな別に取ってなかったんだよ ね。一応連絡先してたんだっけ、メールとか電話番号は分かってた、分かってたけど。で多分それでことづてでメイクさんに多分聞いて、なんか次の日かなんかありがとう昨日ごめんねみたいな、お互い言って仲直りしたみたいな、なんかそんなのあったよね、うん、なんかうっすら覚えてる。コーラを覚えてる俺ね、うん、なんでだろうね、まあ、だからなんだって話なんですけどなんかそんなありましたけどね、可愛い2人のエピソードがありましたよそんなにいっぱいありますよ。アンクっていうキャラってやっぱ絶大な人気があるんですよ。プーシュー君のナチュラル感っていうのもすごく魅力的で、いつもはとてもやっぱ出発点ではありますね。本当に家族みたいなチームだと思います。うん。